こんにちは松崎です精神診療プラチナマニュアルの松崎ですギャフスコアについてお話ししたいと思いますこれあまりテストに出る話じゃなく臨床で使われることがあるので今日は使いますというわけで本格的な精神学を分かりやすく解説いたしましょう GAF スコアと書いてギャフスコアもしくは GAF スコアこれはですねもともと精神科の診断基準である DSM-5 って今あるじゃないですかこれの前 DSM4 にあったものなんです精神的な機能の尺度どれだけ精神的に機能してるか逆に言うとどれだけ精神障害があるかの尺度なんですスコアは0から100この0から100ってなんかテストの点数みたいですよね、まあ、テストの点数、まあ、70点以上が合格のイメージないですか30点40点を切ると赤点みたいなイメージないですか 人間に合格や赤点というものは言いませんがこうイメージすると分かりやすい基本的に71以上は健康と思ってください100から91は症状はないそして様々な物事につき最高に機能し生活の中で問題はなく多くの面ですぐれ人々から求められているかなりうまくいってる人ですよね90から81は まあ、症状はないか、あってもほんの少しだけで日常的な問題や心配ぐらいなもの全ての面でよく機能してさまざまな活動に興味を持って参加し社交面で疎通がなく生活おおむね満足もう基本的にうまくいっている人のことです80から71、まあ、症状あっても、真社会的ストレスへの一過性の、まあ、このぐらいあるよねっていうぐらいの範囲。 そして社会的、職業的、学校生活上の障害は基本的にはない、あってもごくわずか70以下になってくると症状がある人というもの70以下になると軽く症状がある人60以下になると中等度50以下の人は重度の症状がある人70から61はまあいくつかの軽い症状があるかいくらか 社会的職業的学校生活の困難があるかでも基本的には何とかなっている人60から51になってくると中等度の症状があるか中等度の社会的職業的学校生活の機能に障害が出てくるものそこそこ困っている人のことそして50を切ってくると重大な症状があるか重大な 食会的,職業的学校生活の機能に障害があるものなんだかんだ言ってここに返ってくる70以下が軽度60以下が中等度50以下が重度そしてもっと下があります40以下には何らかの欠陥が生じているものとご理解ください40以下になってくると現実検討ちゃんとした判断能力や意思伝達しゃべるとかにいくらかの欠陥が出始めているもの 仕事、学校、家族関係、判断、思考、気分など多くの面で大きな欠陥が生じているもの入院をもう考えるレベルになってきますそして30から21なんてなってくると幻覚や妄想にかなり影響されているもしくは意思伝達や判断に大きな欠陥があるほぼすべての面で機能ができなくなってくるもう入院が本当に必要になってくるものそして 20以下ともなってくると危険があるかめっちゃ欠陥があるか20から11自分や他人に傷つける可能性が出てきているものもしくは最低限の身の回りの清潔維持ができないもしくは、石伝達に大きな欠陥があるものそして10から1ともなってくると自分や他人をひどく傷つける可能性が続いている。 もしくは最低限の身の回りの姿勢維持がもうずっとできずにいるようなものもしくは明確に死が予測できる自殺行為かなりやばい状態のことですじゃあじゃあじゃあゼロって言ったらどのくらいのことになっちゃうのかあのゼロは情報不足の時に仮につける数字ですというわけで振り返ると健康は71以上症状があるのが70以下 そして血管のレベルになってくると40以下危険があったりひどい血管があるのが20以下と思ってつけましょうこの時、精神的な機能を評価するものです体の問題だとか環境的な問題でできないそういったものは含めません10ずつ説明してきましたけども定義に従って10の位を選び評価者が1の位を選びます この説明、正確には微妙に違ったりしますがだいたいこう思ってくださいというわけで DSM4 にあるガフスコアについてお話しいたしましたガフスコアで検索すると細かい正確な表が出てくるのでそれを見ながら評価しましょうこの本には載ってないけども心精神診療プラチナマニュアルもよろしくお願いしますこの動画少しでも参考になったなと思っていただけましたらチャンネル登録もお願いいたします ご視聴ありがとうございました。